さあ4人目並んで出てきたのはギブソン・エディですね。さあ目標大会参加者154人で無敗でしたっけ。やばい。あと十何人倒せばね、ずっと負けなしで本戦まで行けて。そうですね。あ、そうだね。さあ開幕勢いに乗るか、それとも前日までの勢いをそのままに攻めていくか。さあめっちゃ走る。おっとこれはなんという釣り。マイケドランカーからダウンを。さあやりたいことやって伸びて招いて、しかししっかり対処していくのはハーケンボシムキン。捕まえて置き攻めジャンピーから投げ返し、続いて連続ヒット、潜ってギャラリー、潜ってギャラリー、ガーフガーフ。ここでやりたいことやってギブソン・エディ選手気持ちいい。いいせーの。さあ何も言えなかった。もえの前で戻す、嫌がらせ、続いて招いて距離を取る。さあここは合わせていったか、ジャンピージャンピー、地味に強い、伸びるカウンター。さっきの見たこの光景、さあどうする、ギャラにバスターする、走る走る。さあ分身いらないじゃないかこのエディ、しっかり反応。さあくねくねしている、くねくねしている、分身は動かない、ゴキブリは冷静だ。さあゴキブリが前にいる、カウンターヒット、マネクは届かない、前ハイで釣りでした。ギブソン・エディが強い。さあ、P もやばいしねって感じで、キャラクターが P ってなんだ？あ、プレイヤーか。さあ、早くも出てきたギブソン・エディということで。おっと、ライジングフォースタイムですね。だいたいさ、1時間5分か10分だったら教えて、このここで23分だから。熱い。さあ5人目出てきたのはよっさんいの、何言ってか分かんねえ。裏切り者。さあこれは何としても勝たねばならない。負けたらスパイ、これはひどい。ちょっと数減らしてくるわっていう展開になってしまうのか。ここはなんとか勝てないとね。さあ開幕距離を追ってケミカル、ガードが硬い。さあマイハイ漏れているか、
音符回線しっかりケミカル反応パーソンで画面10号で始まり運んで相打ち状況は前傾ドランカー画面打ちでダムド分からなくなってきたバースト使ってここはピヨりたくない D 表現飛ばしていくジャンハイどこに当たってるか分からないよっさいな一本選手さあ投げる中段は立つガードが硬い足払いジャンハイ透かして中段から投げ読み切って画面端コンボ決めるさあ割と合ってない気もするがいい感じだよてジャンピーカウンター前 P から消して対策済み投げてさあもう一回さあ勝ったらよっさいのこんにちは関東のよっさんですこんにちはさあ関西から今度は裏切り者とさあこれこういうのよかったな出なくてみたいな出れなくてねよかったねさよなら関西こんにちは関東さあさあ裏切り者対決出てくるのはなぜかいるドミニオンチなんで関西にいるんですかっていうどっちかスパイどっちかスパイ勝った方が本当の関東関西どちらかに属するものさあドミニさんの花火は見れないがなんとか勝ってほしいさあ出てくるだけで盛り上がるさあケミカルさあくそ本当に関東軍なのかさあ下段で崩して気が届かない風神さあシャンディーよろしで立ち合い風神からあれだだ取れてないがなんかすごいジャンディさあかっこいいとりあえずなんか起き出して画面端ガードしてジャンピー捕まえて逃がさないさあ釣りだったさあとりあえず体勢を立て直してジャンディスさあ裏切り用疑惑は晴れないのかダイヤンド走る走るバーストが溜まる前に早く殺したい溜まっちゃったさあつかないわ期待には応えたらいけないバーストうまい普通に当てるだけで歓声が上がってしまう 2K からケミカル決めてもう一回届かない足も届かない短いさあ風神タッチピーから画面端維持してどうすんのダウンが取れないさあどっちなのっていうジャンピー捕まえたのはアンジーさあ、軽いゲダンが刺さって、これは、どうする？払って、どうなる？風神、FB リンから、一瞬バーストを読んだような気がしたが、バーストー！すごい、よくわからない！勝ったのドミナチ！裏切り者は、よっさんでした。ごめんなさい。